んだよ。いました。走れません。ゆうりチャンネル、こんにちは、ジュンです。はい、ということで今回100キロマラソン出場することになりました。私の心を笑ってみせるの。はい、今回出場する大会はこちら、チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンになります。ということで、この大会はなんか何個か種類あるらしいんですけど、118キロ、100キロ、あと60キロぐらいがあって、僕は、カメラマン友達6人ぐらいと100キロマラソンに出ます。朝5時スタートなんですけど、3時前ぐらいには起きるので、そろそろ寝なきゃなんですけど、ただいまのお時間が23時7分となっております。もう、終わっておりますね。でもまあ基本僕はオールで撮影に行くとか、オールで仕事に行くとか結構あるんで、まあ、あんまり問題はありますね。さすがに寝れないのはしんどいんで、今から頑張って寝るんですけど、まあ明日起きてから動画撮るの多分難しいと思うんで、今撮っております。なんかなんでこの100キロマラソンに挑戦しようかと思ったってことを思ったかというと、そのカメラマン界隈の友達で毎年なんかチャレンジ企画みたいなのやってて、完全にプライベートなんですけど、例えば42キロとか80キロに挑戦したりしてたんですね、プライベートで。でそれで今回今年本気で大会出てみないってことになりまして、今回出場することに至りました。はい、まあ、結構周りからはなんで走るのみたいな、ちょっと多分バカにしてる人もいると思うんですけど、毎年何か一つ挑戦したいなと思ってて、自分も成長できるし、なんか頑張れるものが一つあればいいなと思って、いいなというかまあ大事だなと思ってやっております。まあ完走できるかは正直わかんないですけど、走り切ります。目標タイムなんですけど、一応この制限時間があるらしくて、制限時間が100キロで14時間、結構厳しいと思うんですけど、ね、僕は1キロ6分ペースで走りたいんで、そのペースで走れたら10時間です。でも、まあ、休憩所とかでちょっと休んだり、栄養補給したりトイレ行ったりとか多分あるんで、まあ、10時間目指して14時間以内に完走したいと思います。はい、まあ一旦今日はもう寝るんで、明日また起きたら動画撮りたいと思います。皆さんおやすみなさい。ゆうりチャンネル、今まだ3時になっておりません、ね、皆さんぐっすり寝ましたね。寝ましたか？乳首かかった？やべえ、楽しみになってきた。もう乾燥できる？うん、ちょっとむくみがすごいですが、多分走り出せばむくみはなくなります。駐車場に着きました。はい、はい、3時47分俺5時スタート。どうですか？いや、最高では1時間寝れたから、もう完走できる。Thank you.
5枚のグループがスタートしました。俺はあと15分ある。ジュンさん、はい、どうすか？緊張してます。緊張してんの？え、結構トレーニングしてた？でも週2から3秒。あー、すごい。いや、もちろんあれで目標は完走なのかな？いや、完走は当たり前です。当たり前。始めて10分ぐらい。まずご報告一つ。スタート地点に一人ファンの子がいて、今絶好調です。今4キロぐらい、ペースは5分半ぐらいで走ってます。うんちをしたくなってきました。おお、富士山、おいしい水、富士山、おいしい水、富士山。ゆうりチャンネル、ちょっと給水所があったので水を入れます。頑張ってください。ありがとうございます。10キロはい、ちょうど10キロです。はい、山中湖でございます。山中湖でございます。しかも富士山見えるから、こっち来てた。14キロぐらいのところで、ジュンって看板を持った方が、あの人いました。2人目応援してくれました。ありがとうございます。マジ頑張れる。余裕お頑張れ。もう釣りそう。あぶねえ、マジでメンタルやらかけた。うわ、最高。うわ、あいだよ。頑張ってください。頑張ってください。よいしょ。30キロ到達しました。結構しんどいです。多分6分切ってるペースで走ってるんですけど、足が右足ふくらはぎちょっとつりそうです。お疲れ。今45キロぐらい？え、いけそう？やめて。え、ジュンは？
無理。これ今一回飲んで無理してるんで。オープロじゃない。タッチは。結構暑いです。本日全然やばい。もっと走れると思ったけど無理だわ。いや最高。またすぐその辺で。ねえ。ありがとうございます。ちょっと写真1枚ですか？全然上手に撮れないですか？全然ありがとうございます。さっき撮れなかったんです。山中のごめんなさい。これ映っても大丈夫ですか？あ、いいです。映っても大丈夫ですか？いいです。ありがとうございます。頑張れます。頑張って。撮れなかったね。よかった。まだまだまだ半分以上あるんだ。半分。暑いから頑張ってください。はい、いらっしゃい。ふぅふぅあおあおあおあらすごいな。おもろい人がいますね。もう中身のある言葉を喋れません。今多分50キロ手前なんですけど、30キロ過ぎたあたりぐらいからもう上り坂が本当に進めなくて、上り坂は歩くことに決めました。てかもうあんまり走ってる人がいないのね。で俺の最高記録が一昨年多分47キロぐらいで、それを多分もう越したのね。よく頑張ってるよ俺。で今河口湖なんですけど、10時27分。あと半分以上、とりあえず半分まで行きたいと思います。体の現状としては股関節、太もも、ふくらはぎ全部死にそう。あ、50キロ来ました。しんどい。いや、マジでやばい。え、でも半分ぐらい来たんでしょ、もう今55です。おお、いけそうじゃん。タイム的には余裕じゃない？マジですか？分かんないですよね。こっから多分歩ってもいけんじゃねえか。マジで？あ、スダオンないか。今何分経ったんだろう。6時間10分。あと7時間あるじゃん。で50キロだからそんなにゆっくりでも多分いけんじゃない。全部痛い。じゃあこれファンにサービスとして、はい、すごい血管がいい感じになってんじゃん。どこまでサービスしてるんですか？え、純のファンの人いる？今んとこ3人いました。お、すごい。これちょっと売るわこの素材。マジ頑張れた。でもそのおかげで。そうだよね。50キロ過ぎてから車で純くん頑張れって言ってくれて泣きそうになってじゃあこれはもうゴールするしかないんじゃないの？マジそうです。じゃあ行ってきます。よっしゃ、えい。お願いします。頑張って。頑張ります。えい。じゅんくん頑張って。ありがとう。振り向けばみんないい顔で笑うな。俺もそんな風に前を向いて死んでいくから。60キロ。明け方、そうだずっと前からお前らしくあると歌う声を聞いてた。振り向けばみんないい顔で笑うな。歴史の最前線。こんばんは。みんな頑張ってる。ほら、えい、どう？いや、いいよ。あと、なんていうの？これはあと20秒、高いと思う。でも正直ちょっとだるいよ。
頑張れ。待ってろよ。どうすか、走ってる純くん、かっこいいよね。歩ってる。マジですか。すいません、待たせました。じゃあ純くんに一言メッセージもらってもいいですか。頑張ります。めっちゃ頑張れる、これ頑張れるね。これでゴールしなかったらちょっとかっこ悪いかもしんないな。はい、80キロ来た。もうね、やばい、死んじゃう。ありがとうございます。あと20キロ正直80キロまで来れたのマジすごいと思ってる。もう上り坂以外は走ろうかなって感じで頑張っていきます。走りますベストバース探す。長く続いていく道にしるべを残す。やりたいことやれずにアートが死んでいく。ビートで描いていく。はい、あと10キロです。よっしゃ、あと10キロで2時間50分ある。走り切ります。もう足が動かない、走れないけど絶対止まらず前に進みます。ラスト5キロなんですが、もうゴールまでずっと上り坂なんで走れません。多分1時間ぐらいかかるけど走って向かい、あ、歩いて行きます。すげえ、俺はもう走れないから、走れないけど制限時間には間に合いそう。ラスト1キロ、でも走れないんだな。さあカーブまで走ろう。力入んない、マジで力入んねえ。やっ、足します。やばい。ありがとう、ごめんね、遅くなった。みんな応援してます。朝いた子？朝いました。すごいね、近いのに。近いです。そうなんだ、ごめん、お待たせしました。映っても大丈夫？朝からスタートからゴールまで多分15、6時間。一回家帰った。ありがとう。よし、最後走るか。ああ、やばい、膝大丈夫けど動かない、何も。近いって言ってました。あ、そうなんだ。やばい、これ泣いちゃうぞ。やばい、ゴールどこ？ありがとう。やばい、ありがとう。
あー嬉しい。やると思ってました俺は。心何回折れました。いい、死ぬほど折れたけど。いやすごい、頑張ったな。いやすごいっすね。いや頑張ったよ。よく頑張ったよ。嬉しい。ゆうりチャンネル、はいはい、今見ました。はい、はい、お疲れでした。おめでとうございます。100キロありがとうございます。お疲れした。マジです。どうですか、ふわっとした感想で。すげえなって。マジ、うん、思ったよりふわっとした。いや、すごかった。マジすごかった。うん、100キロ。俺嫌だもん。そうだよね。1キロも嫌じゃない？うん、全然嫌だ。確かにね。結構マジで嫌だ、うん。普通に。これってでもさ、出なきゃいけなかったわけじゃないじゃん。そうだね。自分で出るって決めたわけじゃん。うん、すげえなと思う。そこがすげえなと思う。確かに。誰にやれって言われてるわけでないもん。うん。なんかみんなにちょっと頑張ってみようぜみたいな感じでやって。メダル嬉しいけどさ、メダルしかもらえない。そうなんだよ。2万5000円の3回に払ってメダル。え、で100キロ走るんだろ。はい、うん、俺だったら絶対無理だよ。いや、マジでおかしい。他の人も全然嫌だ。やってる人全員おかしいと思う、うん、でも、なんかいいチームだったじゃん。でも、確かに、その、なんか、うん、ああいうのって、うん、俺の人生になかったから、うん、なんか、普通になんかキラキラしてる人がいたなって、うん、なんか、うん、俺よりも人間力が上だなと思って。なるほど、まあ意外といい感想だ。ちょっとあの来てくれたファンの人が俺って。いやそうだね、なんか結構7、8人ぐらい来てくれたのね、うん、本当に俺が勝手に出た舞台みたいなところで、うん、なんかめっちゃ長いのに、うん、1日しかも別に誰に何の言わずにふわってなんか書いてたの、うん、SNS それレベルだったのに来てくれた人がいると。本当に力になりました、ありがとうございます。ゴールでさ、準宮坂、準宮坂って言ってたじゃん、うん、もう、まあ、他のさ、知らない人はさ、うん、準宮坂が来てるやとか思うけどさ、誰だ。いや誰だってなるよ、それ、まあ、そんなのね、もしかしたらシャッターみたいな。でも、キャーって言ってた子いるじゃん、うん、本当にびっくりしてる子もいた、うん、そういうことない。いや、嬉しかった。もう嘘ついてほしかった。ゆりくんもうちょっと先にゴールしてたんだけどねって。ゆうりチャンネル、なんかさ、うん、最近俺がさ、うん、この家でゲームとかしてんじゃん、はい、純なしけど たまたま俺の近くになったから見たんだけどさ、はい、色死にすぎてない？やばいよ、やばいね、うん、見えるかな。なんかもうふわっとぐらいだ。なんで内出血してるっぽい感じになってるのかな、うん、腐ってるみたいになっちゃってるよね。でも走った後にもう、そう爪の中が内出血してない、血まみれみたいな感じか。そう、あ、痛いの？痛くないだろ。あ、うん、じゃあもうけどその俺正直 2,30 キロでもう、うん、てか練習の時点で15キロぐらいでもう痛くなっちゃったの膝が、うんうん、だから本番も本当に10キロ超えた時で痛くなっちゃって、うん、で痛み止め飲んだ2粒、うん、でそれ1回大丈夫になって、うん、50キロぐらいでまたやばいみたいな、うん、そしてまた2粒飲んで、うん、結局6粒飲んだの痛み止め。やばっ、うん、次の日しんどいよね。何、体が、うん、だるいの？胃もやばかった、うん、体ももう激痛だし、うん、当日はもう痛くないんだけど、うん、次の日めっちゃ激痛だし、インターハイみたいな話だ。次の日胃もやばい、もうずっとキリキリしてて、うん、あ、もうダメかもみたいな。死ぬかと思った。ほんとやっぱり薬ってちゃんと用法と用量は守らないと。いや守んないとダメ、うん、痛みがちゃんとみんな飲むらしいんだけど、うん、飲みすぎちゃダメだよ。あ、そうなの、結構いるんだ。結構飲むらしい、うん、それを伝えたかった、うん、そう。ゆうりチャンネル、はい、まあね、はい、そんな感じで、はい、まあまあなんだろうな、ゆうりチャンネルって、うん、個人個人で、まあ、いろんなこと挑戦したりチャレンジしたりしてますので、はい、皆さんそちらの方も追っていただけたらすごく、はい、まあ追って終わらなくてもいいけど、はい、たまにはこういうところが上がった時に、はい、なんか優しい目で見ていただけたらなと思いますので、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。そんな感じで今日の動画は終わりだと思います。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。